代わりに親職を得たんですけど、取れないしね、お腹ポンポンポンパンだからね。もうね、今クマちゃんですね、昨日の、夜からちょっと調子悪くて舌が出なくなってきたんですよね。で、まあちょっとしてたんですけど、いよいよちょっと今夜は山かなという感じで、今酸素室に出てあげました。どこの反射も、だ最後の一日、皆さんにちょっと奇跡が起きるかもって言ったら、やっぱり最後の一日だったのかもしれないですね。あの次の日からもうちょっと落ちてきたので、なんか頑張りますよね最後みんな。具合悪いんだよね。ちょっと中見せてくださいよ、中。もう僕ね、パンパカパンパカだからね、夜食も食えないんだよ。うん。かわいいね。でね。もう来いよ、あんたなんか。まあおじいちゃんと同じ部屋でね、過ごしてね。はい。5時ですね。ちょっと子供と言うてもなく、なんか行きます。今のほう持ってくるね。今日はこうしてご飯用だね。下ちょっと待ってね。はい、ちょっと準備します。もうママさんも起きてる。ちょっとバタバタでママさんにやってもらってます。よいしょだ。薬をもう飲ませ終わったね。はい、ピーちゃんの朝は。よいしょ、まあ、どれみちょっと外の作業は、あれしないと、今出てこないとできないで、30分遅れですね。見事。はい、どうぞ。はい、入って入って。はい、どうぞ。タイグは行きましたね。マックン、お願いよ。お母さん、マック入れても。時間かかるわ。もうこれ、あ、結構吹いたかもな。どんぐらがしゃひっくり返ってるな。ノラはいいよ、ノラはいい。あとでいい。もうごちゃごちゃしてる。モモが来た、モモが自分で。ほら、モモやっと来た、やっと来た。モモ、おかえり。ああ、おいでおいで。おいで、モモ。モモ。はい。よしよし。娘しょ、いいんじゃない。はい、ポコ。よいしょ。はい、おはようございます。鼻水ですね。アレルギーの薬を飲んだんで、油断してました。起きたのが5時になって、まあまあそれでも30分遅れで、ママさんが、まあ、同時に起きて、風邪が止んだらもうすぐにクマちゃんを鍋に伏してあげようと思います。
あのここにはあるじゃん、レイ。はい、おしそち。よいしょ。はい、あんちゃん。よし。はい、お母さん、チビたち行くよ。ちょっとチビたちをどんどん出して出して出してます。はい、出て。はい、おいで。どいて、ブンちゃん。あと誰だ？そこにそこに下に誰がいる？反対、行っちゃった。あと光連れてきてる。光。一気にローグバージョンでいきます。もう今日はノーカット。猫が待っててくれるんで、朝焼けが綺麗ですね。引きました。おこっちゃま、おこっちゃま。うん。食べる食べる。お腹空いた。よし。はい、コジ、コジ。ちょっと。コジって。ちゃんが、昨日ですね、朝夕帰ってきてなかったんでちょっと心配してたんですけど、よかったです、帰ってきて。だいたい落ち着きましたね。お、光さんも食べたな。カレータイムです。30分遅れのままですね。ちょっと見て見て、何の声。あの大皿も持ってきて、こっちに。歩いて3本。
なさい。よしよし。はい、シロさんどうぞ。つくねてと。なんでみんな来ちゃう。お母さん、チビ連れてきてよ、チビたちを。おいで。大人が来ちゃうんだよ。はい、おいで。怖いんだよ。そうそう、ダメだよ、ボンの隣は。お母さん。いや、ボンはいいんだよ。ボンの隣でダメなんだよ、みんな。怖いんだよ。君はさっき食べたならいいけど。はい、どうぞ。またち、またち、また食べれない。もう一匹どっか行ってるか。はい、出るよ、出るよ。はい、上から出して、上からお母さん。寝て。どこが後ろで引っかいてるな。パパおいでよ。来た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 。あ、そうそう。マックも、マックも後ろでも出てない。もういない。あ、レイン出して。レイン、レインたらく食ってる。チロリン、チロリンこっちおいで、こっち、はい、チロリン、はい、はい、チロリン、はい、下がった、下がった、チロリン、チロリン乗せてくれる、ここに、チロリンを、ポコちゃん、ポコちゃんどうすんの、チラーチラー来た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 遅いわよ、ごめんごめん、そんなにもう遅くはないんだよ、まあ台風10号もそうだったんですけど、10号かまあ被害というか、まあ、あったところもあるんですけど、全体的に言ったらちょっとなんか気象庁の予報がですね、最初からあれもずれず、今回もあもう天でですそよ風です、このままこの程度の風はそよ風、はいおいで、サビちゃん、サビちゃんおいで、はい、もうこれ台風ってあれじゃん、梅雨時とかの方が全然ですね、雨もすごいしですね、全くこれ台風って感じではない、波も落ちてますから
足が速いっちゃ足が速いんですけど。クマちゃんを今からというかですよ、もうちょっと天気が回復したらクマちゃんを旅にします。またまた台風が来ます、次の台風がまた来てみたいな。はい、クマちゃん頑張りました。最後の皆さんに回復の報告したのはやっぱり最後の一日なんだな。します。